はい、お昼のねショップ情報というか、まあ、買ったものなんですけど、久しぶりにねちょっと買ってもいいかなっていうものがあって購入してきたんですけど、ゲオですね、このラベルからすると。はい、ということでね、まずプレイステーションキャメラですね480円パッケージ付きということなんで、自分でこう最初ローンチで買った PS4 にこのカメラが付いてたんで、この単品版をね買ったことがなかったんですが、まあ480円ならいいかなということと、あとねちょっとキラキラして見にくいんですけど、裏側にあるのが PS4 のスタンドですね、初期型と後期型のスタンドが、まあ、430円でありました。半額セールまで待とうかなと思ったんですけど、ちょっとね売れちゃうと悲しいんでね、ズバッと買ってきちゃいました。まあゲオね最近足しげく通ってますけど、あ、そういえばねジョイコンもね現在フルに揃ってます。まあ店舗によっては一部カラーがなくなっていたかなといったところですが、スプラトゥーン3のアミーボと同時にね、出荷が始まったようです。さあなぜ足しげく通ってるかというと、こちらのね値下げ合戦がね熱いんですよ。でそもそもこのねエルシオンです、バルキリーエルシオンをいきなり 42% オフかと思ったら、今度ね怒涛の3500円ぐらいに下がって、さらに翌週、これ毎週この頃下がってたんですよ、3000円となっちゃってね、うわこれなんか株価急降下みたいなね、なんか全然違うところで盛り上がっちゃってるんですが、この頃はね PS4 が2500円、 PS5 が3000円という感じでした。で最近はね PS4 版がついに2000円まで新品落ちました。 PS5 との価格差は1000円となっていますね。この辺はまあ何でしょうかね、希少性からでしょうか。ということで、違う店舗で見たらなんと PS5 版左側の画像ですね、2500円に落ちてました。なので、まあ、店舗によって違うのか、ちょっとね時期が違うんですけど、そして驚くべきことに、これ左右の写真両方とも同じなんですけど、同じ店舗同じ日時なんですけど、なんとね 新品と中古の価格差が19円というね、なんともこのすごい展開になっています。もう違うところで盛り上がっちゃってますよね。まあ、最近スクウェアエニックスからのソフトラッシュなんですけど、まあ、最近のソフトはねそんなに安定してるのかなと思います。ちょっと珍しいところでは、この何でしょう、なんとかの奇跡シリーズとドラえもんが2000円まで降下してます。ゲオのバイヤーさん大丈夫でしょうか。あとこちらもね2000円になってます。もともとこちらは安いと言われてますんで、お得かどうかはちょっとよく分かりません。でこちらね、クリアランスに入ってますが、グリップコントローラーフィットはまだまだ新品だと思います。特にクリアランスといった感じがしないと思うんですが、どうなんでしょうか。ここに置いてあるの、おそらく置く場所がないといったところでしょうかね。そして9月のね頭にスプラトゥーン3のソフトと同時に、なぜかマイクラのね、まあ、正確にはスマブラスペシャルのアミーボ、スティーブとジョンソンじゃなくて、なんだっけ、アレックスかアレックスのねアミーボ、ついにここに来て値下げとなってしまいました。うおー、そうか。まあちょっとねずっと残ってたんでね。じゃあところ変わってね、今度島村ですね、島村、みんな大好き島村。実はねT シャツとかもねゲームのコラボが多いんですが、今回ね今日から、懐かしのゲームシリーズとして、まあ、セガのドリームキャストとかメガドライブとかサターンとかのね、こちらの箱とかクッションとか、あとプレイステーションシリーズもねちょっとあるようなんですけど、まあ、この予約というんでしょうかね、始まっています。ぷよぷよもありましたよ。で実店舗ではね昨日から予約なのかな、始まってるようなんですけど、まあ、オンラインの方は本日の9時だったかな、予約開始になっています。でまあスマホでスッスッと見ていたらですね、いやー意外とね安いんですよね。またねこれがまたさすが島村、これだとまとめ買いというかね大人買いをしたくなってしまうような気もします。これぷよぷよですね、ぷよぷよ。でこちらが箱です。あとこのクッションね並べたいですよね。はいクッションとかハードシリーズなんで全部買って並べたりしたら素敵かなと
言った気がします。どうでしょうか。現在ね、予約受付中となっています。来年だったかな、あの手元に届くのは。随分先だなぁといった感じがしますが、まあ最近ね、時が流れるのがめちゃくちゃ早いんで、あっという間に来年の頭、2月3月が来てしまうんじゃないかなと思います。といった感じでね、今日はね、ゲオと、島村からね、リリースされた、まあ発売はまだなんですけどね、こちらのボックスとクッションなんかをね、紹介してみました。いやー、ゲオね、どんどん安くなって嬉しいんですけど、どうなんでしょうね、ソフトの値段が安くなるというのはね、ちょっと買いすぎちゃったのかな、ゲオさん。大丈夫か、ゲオと心配になってしまいました。ということで、朝のランチになっちゃいましたけどね、ショップ情報でした。ではまた。